知り合いのパン屋さんでザリガニくんと。ザリガニびっくりした。読んでびっくりしました。ヤドカリかと思いました。え、でもヤドがいるのとザリ全然違いますよ。ザリザリヤドと、え、全然違いますよ。ヤドカリさんなんだ。え、ヤドカリじゃない、ザリガニ。あ、もう頭が混乱しちゃった。え、ザリガニくんなんですね。中にはカスタードがたっぷりと入ってるということで、これザリガニなんだ。こういうザリガニの可能性はありますか？結構どういう体勢なんだろうな。でも確かに足もついてるからザリガニの要素もありますよね。カラースプレーもあって美味しそう。本当だ、ほっぺもついてる。不思議な生物に出会った感覚です、ね、新種に出会いました。でもカスタードで味は本当に美味しそう。素敵なランチリポートありがとうございます。ザリガニです、皆さん、これザリガニです。では続いても見ていきましょう。こちらは宮城県からのご報告です。リポーターみようさんは南三陸に来ています。ランチはこれから旬のウニ丼をいただきました。風は冷たいですが風が止むと暑さを感じますということです。ウニウニ大好きです。あー、ウニだー。あー、本当だ、もう黄金の海を泳ぎたい。いやー、ヤドカリかザリガニでもいいから泳ぎたいですね。いやー、南三陸本当粒はっきり、いいな、美味しそうだ。三陸のウニって美味しいって聞いたことがあるんです。有名ですもんね。いや、現地だからこそ新鮮な美味しさがあるかと思うので、いいな、美味しそう。来ていますっていう表現なので、お住まいは別のエリアの方なんでしょうかね。え、ランチでウニ丼召し上がっているということです。豪華だね、美味しそうな拙者拙者のウニ、粒が、あ、ほんと粒がいっぱいありますよ。うわー、今ウニを見ています。今ウニ見てるんですよ。うわ、ねえ、ザリガニみたいになってました。いやー、すごい。いつも目の前のモニターだと鮮度がより伝わってくるので堪能させていただきました。ありがとうございます。皆さんからのランチリポートをご紹介していきました。ではここからは素敵なランチリポートも見ていたところで、現在の気温や体感注目して見ていきましょう。